こんにちは、億万長者合宿ご覧の皆様。昨日はですね、山本太郎さんではないんですけども、堀江貴文さんとカルロス・ゴーンさんのインタビューをね、対談をね、見させていただきました。やっぱりね、堀江さんやることが違いますね。だってあれでしょ、あのヤンキー先生とかなんとかいうね、なんかよくわかんない人が、あの法務副大臣なんでしょ、出世しましたよね。うん、まあ私あの人はあまり好きじゃないんですけどもねまあそういう個人的な感情を置いといて、その法務副大臣がレバノンに行ってるんですよ。でカルロス・ゴーンさんの足取りもつかめないところで、ひょいひょいっとね、レバノンに行った堀江さんはファッと対談してさっと帰ってきてるんですよね。まあ帰ってきてるどうか分かりませんけども、だからね、結局法務省ってザルなんですよ。カルロス・ゴーンさん一人がやすやすと国から出てしまうのをもうどうにもできなかったわけですからね。うん、だから、うん、法務局ってのは非常に、うん、そういうところではちょっとしょうもないなっていうところがあります。反面、法律を変えたり三権分立をぶち壊すことにはすごく一生懸命なんですよ。しかもこの一生懸命さも穴だらけで、もう野党の追及にもうタジタジなわけですよね。で、答えられないもんだから差し控えさせていただきますだけなんですよ。いや、あのね、答え差し控えることができるんだったら別にもう国会なんていらないんですよ。何を考えてるのかなと思いますよね。それから法律を学ぶときに一番最初に三権分立って小学生でもやるわけですよ。その三権分立をあの手この手で壊そうとして強引で嘘をついて口裏合わせさせてってこと、非常にね、情けないなと思いますよね。情けない、あれはもうね、罪ですよ。完全に罪なのにまだやってるみたいなね。で、まだやってるってことを印象付けて、どちらかというと野党の方が不利になってくるような戦術を仕掛けてるんですよ。うん、時間だけ引き延ばしてね。しょうもないなと思いますよね。で、あの黒川さんもね、自分が指名されて定年延長とか言われたらそれおかしいでしょって黒川さん言わないといけない立場ですよね。うん、自分が検察にいるんだったら、検察官としての矜持があるんだったらそれはできないですよ。何言ってるんですか、あんた法律知ってるんですかって、あの法務大臣をもうぶち怒るぐらいじゃないとできないですよね。だからそういうことはみんな知ってるんですよ。みんな知ってるんですけども、本当にしょうもないなと思いますよね。だからこういうところに山本太郎さんとかもね、憤りがあるんではないかなと思うんですよ。わかりませんけどね。だから要するに正直でやった人が報われてほしいということなんですよね。正直な人が報われずに嘘をついてインチキやった人が嘘つき者同士でもうね、守り合うみたいな、うん、まあ、そういう今世の中なんですよ。あの例のね、あの今流行ってるあのあれもそうですよ。病気も世界中でね、この誤情報を振りまき始めてるんですよ。その誤情報を判断できない多くの人が、うん、同じ方向に向かってるんですよね。右へ習いです。はっきり言って右へ習いですよ。だってあの総理が言うからやめたでしょ、うん、どっちでもいいよ、自己責任で決めてくださいよって言ったら一応やめときましょうかって話でしょ。で、私の町内でもあの総会をやめようかってか、やめてるとこあるんですよ。総会っていうのは年に1回の町の人がね、町っていうか村の人が集まる本当小規模なもんですよ。100人も集まんないですよ。で、それすらやめようって言ってるわけですよ。だったらあなた皆さんね、スーパーに行けないじゃないかと。スーパーで買い物したら200人ぐらいが同時にスーパーの中に密集してるわけですよ。それこそ濃厚接触してるんですよ。何を、全然もう頭悪いなと思いますよね。はっきり言ってバカですよね。で、バカに囲まれて、嘘つきに囲まれて、嘘つきを信じる人に囲まれて、正直に生きてる人ってのは非常に息苦しいと思うんですよね。で、ジョン・レノンさんも言ってましたけども、もうクレイジーなんですよ。狂人によって支配されてる、クレイジーな人によって支配されていて、正しいことを言うとお前が狂ってるんだよって言われますよね、うん、だからね、立花さんとか山本太郎さんが正直に一つ一つの問題を解決していく姿に徐々にね、目が覚めて、あ、人が生きるっていうのはこういうふうに正直に生きるってことなんだと。どれからも逃げずに、自分が間違った時はごまかさずに隠さずにごめんなさいと言えることなんだなと、うん、山本太郎さんね、過去のツイートについて指摘されたことがあったんですよ。それ私も何回も聞いたんですけども、山本太郎さんこの時点ではこんなこと言ってますけども、何なんですかこれとかね、これ削除した方がいいんじゃないですかって言われた時にどういうふうに答えたかっていうと、私はその時点ではそういうふうな未熟な判断をしてしまった、それは正しいです、それは確かです、そこを指摘されたらその時はそう思ったんですいませんと言うしかないと。でも今その発言をするかって言ったらしないっていうことなんですよね。人ってのはこうやって変わっていくんですよ。そして過去にやってしまったことってのは少なくとも削除をしてなかったことにするみたいなことではないんですよ。その時点ではそういうふうなことをしてしまったんで、さらに今考え直したんですよってことをね、さらに発信してくださって、私もね、その通りだなと思います。過去にやったことってのはごまかすんじゃなくて、その時は本当にそういうふうにやってしまって言ってしまって迷惑かけました。だからそれを取り戻すためにも今ね、その恥ずかしい思いしながら過去の自分の間違いを抱えながら、私はこれからも逃げずに生きていく、真っ向で生きていきますと、
うん、昔のことをね、失敗を取り戻すためにもまだまだ足りない部分、誠実にやっていこうと思います。そういうようなね、意識を山本太郎さんの演説から相続されましたし、そして今回ね、カルロス・ゴーンさんと堀江貴文さんの対談を見てみると、やっぱり誰がね正しいのかとか、誰がね熱い思いを持っているのかってことは明らかですよ、うん、まあそういうことをね、私が感じてるだけなんで、みんなもそう感じてくださいってことはないです。所詮私は隠居して世間外れの社会から出た常識外れの人間ですからね、少数派でございます。少数派なんですよ。皆さん多数派かもしれないですよね。多数派の人生楽しいですかね。多数派の人生豊かですかね。多数派の人生自由ですか。少数派はどうでしょうか。寂しくて辛いですかね。私の人生寂しくて辛くて不自由ですかね。ってことを正直に受け取っていく、それが一秒一秒の人生かなと思うんですけども、皆さんどうお考えでしょうか。